小さな赤ちゃん連れの方にも気兼ねなく博物館を楽しんでもらいたい、そんな思いから郷土博物館が定期的に開催しているこの赤ちゃんと一緒に博物館へ。今回は6組の親子が参加し、まずは読み聞かせボランティア年次っ子お話の会の皆さんによる読み聞かせや手遊び歌を楽しみました。続いて展示室へと移動した参加者の皆さん、この日は博物館の常設展示室を見学しました。博物館2階には大田区で出土した石器や土器、鏡や刀、埴輪などの資料が時代順に展示されています。学芸員の説明を聞きながらそれらをじっくりと見学していく参加者の皆さん、時々赤ちゃんがぐずってしまう場面も見られましたが、慌てずあやしながらゆっくり見学を楽しんでいました。子供を連れて博物館に行ける、なかなかそういう機会が他にないので、ぜひこの機会に行って大田区のこともやっぱりちょっと知ってみたいなって、子供に話せるようになりたいなと思ってこちらに参加させていただきました。小さな子供がいると美術館や博物館からはどうしても足が遠のいてしまう方が多い中、そうした方たちもぜひ博物館に足を運んでほしいと平成24年から始まったこのイベント、中には複数回参加しているリピーターもいるとのことで、子育て中の世代からも好評を得ています。なおこの赤ちゃんと一緒に博物館へ、次回は6月頃の開催を予定しているとのことです。